MHK ニュースです。解説は、ドナルド・トランポリンさんと、私、アナウンサーのひらひらクリキントンがお送りいたします。日本政府が、韓国に対する輸出管理を厳格化すると発表してから、7月1日で1年。日韓両国の協議で、韓国側は、管理体制の整備を進めたと主張していますが、実際に機能しているか実効性が確認されていないにもかかわらず、措置を撤廃しろと理不尽な要求を言い続けています。しかも、ムン・ジェイン大統領は、6月29日に開かれた首席秘書官補佐官会議で、日本による輸出規制が行われた1年間で、ただの1件も、生産上の支障がなく、素材、部品、機器産業の国産化を早めるなどの成果を生み出した。誰も揺るがすことのできない強い経済への道を切り開いたと強弁。さらに、この1年、我々は、奇襲的な日本の輸出規制措置に揺らぐことなく正面突破することで、むしろ、災い転じて福となすきっかけを作ったと反日強硬路線を貫く姿勢をあらわにしていました。ムン・ジェイン大統領が述べていたように、一件も生産上の支障がないのであれば、日本が管理強化している半導体素材3品目の輸入はしないといった方が、筋が通るはずなんですがね。ほんと尻滅裂な発言でしたね。韓国経済新聞は、6月30日付で、素材、部品、装備、半分の成功、フォトレジストの日本依存、依然 90% と題して記事を掲載。一部を引用してお伝えいたします。昨年6月30日に、日本政府が、半導体製造の革新素材である、高純度フッ化水素とフォトレジスト、環光液、ディスプレイ工程用フルオリンポリイミドの韓国への輸出を規制することにしたという産経新聞の報道が出た。サムスン電子と SK ハイニックスは、規制施行の7月4日より前に、少しでも多くの量を確保するため、購買担当役員らを日本をはじめとする海外に急派した。在庫でしのげる期間は約2ヶ月だった。日本政府が同年8月に、フォトレジストとフッ化水素輸出許可を出さなかったなら乗り越えられなかったというのが半導体業界関係者らの話だ。韓国政府は国産化を掲げて素材、部品、装備産業、素材、部品、装備支援に出た。それから1年。一部成果はあった。日本製と対等な品質の液体フッ化水素を開発したのが代表的だ。だが、極端紫外線 EUV 露光工程用フォトレジストと超高純度の気体フッ化水素の国産化の知らせはまだない。調達先を多角化すべきだが、日本との協業を無条件で排除する必要はないという指摘が、産業界と学会から出る理由だ。韓国政府は、素材、部品、装備国産化政策の結果に対し、肯定的な評価を相次いで出している。もちろん一部成果はあった。輸出規制品目に含まれたフッ化水素の場合、液体製品は国産化に成功したという評価が出ている。液体フッ化水素は、ウェハー、半導体原板の不純物を除去する湿式エッチング工程に使われる素材だ。日本の輸出規制以前には、日本のステラケミファ、森高化学工業などがサムスン電子や SK ハイニックスなどに納品していた。だが、規制後は、国産化の努力が進められ、今年初めにソルブレーン、ラムテクノロジーなどが、対等な製品を量産するのに成功した。ハニャン大学融合電子工学部のパク・ジェグン教授は、日本製品と差はないと評価した。開発、製造が液体より難しい気体フッ化水素では話が変わる。SK マテリアルズが、17日に、純度 99.999% の製品を量産すると発表したが、業界では輸出規制以前に活用していた日本製製品よりも純度が低いという評価が出ている。業界関係者は、機体製品を作ったという点に対しては高く評価できるが、純度は低いのが事実。工程に正式に活用するためにテスト中と説明した。フッ化水素とともに輸出規制品目に含まれた EUV 露光装備用フォトレジストの国産化は、さらに遅い状況との評価が出ている。EUV 露光装備は、
サムスン電子が注力している5ナノメートル、1ナノメートル、10億分の1メートル以下、ナノプロセスに必須の製品だ。このため、EUV 露光装備用フォトレジストの調達が途絶えれば、サムスン電子が台湾 TSMC と繰り広げている競争を断念するほかない。トンジンセミケムなどが EUV 用を開発中だが、量産時期は未定だ。JSR、新越化学工業など日本企業の製品を使い続けるほかない状況だ。貿易協会によると、日本の輸出規制後5月までの日本製輸入額は2億7474万3000ドルで、前年同期比 3.5% 増加した。このほか、フレキシブル有機 EL に主に使われるフルオリンポリイミドと関連しても日本依存度は 74% だ。韓国企業は日本の住友化学の製品を依然として好んでいるという。産業界と学会では、国産化のフレームに閉じ込められ日本製品をむやみに排除し、日本との対立局面を継続するのは得にならないという評価が出ている。気体復活水素、EUV フォトレジストのように日本製素材を代替するのが難しい品目は200種類に達するという分析もある。ソウル大学材料工学部のファン・チョルソン教授は、品質の良い製品を使うという戦略を持ち、日本製品も様々な調達先候補の一つとして活用しなければならない。特定国の製品を無条件で排除するのは正しくないと指摘した。トンウィ大学貿易学科のイ・ホンベ教授も、この日全国経済人連合会が開催した日本輸出規制1年評価と課題セミナーで、韓日の産業が競争優位を確保するには、逆説的に日本との緊密な協力は必須。韓日分業体制を全製造業に拡大すれば、付加価値が1233億ドルに増えると説明した。韓国の全国経済人連合会は、日本との緊密な協力は必須と述べていますが、韓国の国家元首であるムン・ジェインさんは、反日強硬路線を貫くと明らかにしているのに、緊密な協力などできるはずもなく、日本政府にしても、そんなムン・ジェイン政権と緊密な協力などしたくはないでしょう。っていうか、する必要がありません。それによく、日韓のメディアは、安倍政権の支持率低下に関して、反韓国で保守層にアピールをして支持率挽回を狙っていると偏向報道をしていますが、韓国の大統領や国会議員、それに国民までもが反日に勤しんでいることに、安倍政権は毅然とした態度を示しているだけです。それもまだまだ甘々ですが、こんな韓国側の姿勢に日本側から歩み寄る必要性は全くありません。それよりも、韓国政府の言いがかりが続く限り、中韓日本大使を召喚すべきでしょう。そして、輸出管理強化している半導体素材3品目に関しても、ムン・ジェイン政権は強気な大風呂敷を広げていますが、結局は実現など夢のまた夢で、妄想全開のファンタジーだったということです。MHK ニュースでした。ご視聴ありがとうございました。コメントや高評価、チャンネル登録をお願いいたします。今回はドナルド・トランポリンさんと桜井よすこさん、そして私ひらひらクリキントンからご視聴いただいている皆様にお願いがございます。当番組はファクトに基づきお伝えしていますが、 YouTube 側の広告審査で多くの番組が審査不合格となっており、収益が大変行き詰まっております。そこでこの MHK 報道局をYouTube のチャンネルメンバーシップを活用して、皆様方から活動支援をしていただけないかと思っております。大変厚かましいお願いですが、賛同していただける方は、ぜひともメンバーシップにご参加ください。何卒、よろしくお願い申し上げます。また、チャンネルメンバーにならなくても何も変わらず、今まで通りに、この MHK 報道局の番組をご視聴いただけますので、ご安心ください。